ロボット、それは人類が残した最後の創造物である。彼らの世界では人類の想像を絶する新しい文明、新しい生活が営まれているに違いない。これはロボ家の父、会社員のモータ、母で専業主婦のアルミ、小学1年生の息子アウト、そして東大阪の町工場で作られた赤ちゃんショートの日常を描いたロボット家族の脅威に満ちた物語である。スポーツはつらいよの巻。お母さん、スポーツって何？昔人間がやっていた自らの体を痛める自傷行為のことよ。例えば何キロも走って足腰のパーツを摩耗させたり、重いものを持ち上げて腕のカーボモーターにダメージを与えたり、ボールを使用したゲームで激しく動いて腕や足を痛めつけたり、というようなことを行っていたの。へえ。一番ひどいのは水泳というスポーツで、水の中に入るというロボットにとってはほとんど自殺行為と言っても過言ではないことをしていたの。怖いね。どうして人間はスポーツをしていたのかな。ある集団にとって好ましい行動が他の集団にとっても好ましいものとは限りません。みんなは他の人の立場や考えも理解しようとしているかな。